キム・ドングク、韓国。チェ・ホンマンと同じシルム出身、165キロの巨体を生かし初戦突破を狙う。藤本雄介、日本。4月のラスベガス大会で惜しくも敗退したジャパンのブンブン丸がトーナメントへのラストチャレンジ。毎年あと一歩のところで代表の座を逃しているだけに、この大会にかける意気込みも高い。藤本の剛腕パンチは巨漢ファイターをなぎ倒せるのか。期待の日韓対決から大会は始まった。韓国シルムの横綱がまた一人 K-1 に参戦です。左キム・ドンウック、そして迎え撃つ形、 K-1 ではもう日本ではおなじみの藤本雄介。 K-1 ワールドグランプリ2006アジアグランプリ準々決勝です。さあ果たして切符をつかむのは誰になるんでしょうか。 K-1 ワールドグランプリ2006アジア予選が始まりました。画面向こう側、赤いトランクス、日の丸が輝いています。藤本雄介、そして背中、韓国キム・ドンウックはシルムの横綱出身。谷川さん、はい、1年間チェ・ホンマンとは違って練習を積んで上がってきたという ね、しかも本番タイのムエタイでですね、はい、1年間寝食ともにして、まあ、本当にチェ・ホンマンに続けということでですね、K-1 にデビューしたんですけども、はい、K-1 のようにこうパンチ、押す筋肉というのはなかなかつけられなかった。それを1年間かけてつけてきた。右のフック、左右のフック、このパワーだ、前に出る、キム・ドンウック、すごい緊張した。藤本雄介が吹っ飛びました、いや藤原紀香さん、はい、このパワー、いやさすがですね、165キロですか。いや前に出られるとちょっと怖いですね。パンチもね一つ一つ重いでしょうからね、これだけ重いと。日本行きの切符をかけた K-1 ワールドグランプリ2006アジア予選、アジアグランプリ第2ラウンド、日本の藤本雄介やや第1ラウンド苦しみました、相手はシルムの横綱キム・ドンウック。ここも来るパンチ2発、的確さでやっぱり藤本選手ね、今のミドルもすごくいいんですけども、はい、やっぱなんかその後どうしてもなんかおしゃれが、右の2つ、右のストレート、藤本ローキックも打てますか。打てますね。だからデビュー戦の時チェ・ホンマンがローキック打てなかったですよね、はい、地元韓国でのデビュー戦、本人は非常に緊張していると話していましたが、第2ラウンドも半分が過ぎました。左から右、藤本。長坂さん、はい、森さん、そのドンウックサイドはね、第1ラウンド藤本から何発かパンチもらいましたが、はい、全く効いてないと本人が話してますね、そうですか、一方の藤本サイドはもう圧倒的に量が足りない、パンチやキックの量が足りないと稲田コーチが話しています。打たれ強さは第1ラウンド、第2ラウンド途中まで見てもあるようです。右のフック、右のフック、合わせていったらドンク、キム・ドンウクがややバックステップして藤本のパンチをかわしました。日韓戦だとね、特別なね、ああ左が入りましたね、藤本の左です。さあ、ね、日韓対決、あんまり効いてない感じがするんですね。そうですか、藤本選手ってパンチ力があるんですけどね、はい、そのパンチ力が効かないのか、キム・ドンウク、シルムの横綱がデビュー戦堂々たる試合運びを見せました。大歓声の中ラストラウンド、 K-1 ワールドグランプリ2006アジアグランプリ準々決勝、韓国から横綱がまた一人参戦してきています、キム・ドンウク。本当藤本選手、ハイキック、おお、あのハイキック倒れないですよ、顎をかすめました、ちょっと藤本も入りにくくなった。右のストレート、パンチで応戦、右のストレート、左ック、藤本、このねパンチで何人もね、ハワイ大会でもなんか外国人選手のでかいのが、アメリカ人が倒れてたじゃないですか、多くの選手にも聞いていた藤本のパンチですが、紀香さん、はい、今日はなんか当てても当ててもっていう感じしますよね。打たれ強いですね、やっぱり韓国シルムの底力、期待しながらキム・ドンあるとね、次のストレート、右のフックを返してきました、ね、危ないですよね。さあラストラウンドも残りは半分、左フック、藤本の左、しかし全く効いたような素振りはアキちゃんありませんね。そうですね、から顔面、左フック、3発目、藤本選手がよく見えてくるようになりましたね。右のストレート、前蹴りも絡めてきました、ドンウクのお腹のあたりは赤く耳ずばれにはなっています。ただ前へ前へ出てくる姿勢まだ変わりありません。
この準々決勝で早くも激突、右ストレート、左ロック、右ストレート、左ロック、右のミドル、藤本の攻撃、しかしぐらりともしません。打たれ強いですね。勝ったのは藤本佑介、判定は3対0です。やはりキャリアが上回りました。しかしキム・ゴンウックの打たれ強さ、打たれ強い、もうなんか可能性ありますね。これからの可能性を感じさせる地元韓国でのデビュー戦、戦い終えても何かこうケロリとしている表情が印象的です。全然キロリとしますね。日本の藤本佑介、日韓戦を制してラスベガスでの悔しさ、このアジアグランプリで日本行き切符を目指します。敗れはしたものの、日本のベテラン藤本を相手に互角に渡り合ったドンウクに地元の観客から熱い声援が送られる。非常にやりづらそうに見えたんですけど、いやもうやりづらいそんないいパンチとかももらってないけど、なんかやりづらいスタミナがロスするな。やっぱ打たれ強いというか、タフだわ。いいパンチ当たっても結構平然としてるから。怪我とかないですか？いや、ないです。じゃあ今日は絶対優勝狙いで、優勝を狙ってます。頑張ってください。1回戦で苦戦を強いられた藤本は束の間の休息に入る。サバイバルマッチはこれからが正念場となる。